出せよ、覚えてない、出せだろ、ジャンプしてみろ、お前。覚えてない、ザチキンさんとマシャカリさんとタケオさんはカツアゲ得意そうですもんね。まあ確かに語弊がある。僕されたことならありますよ。マジか。香川県っていう田舎なんでしょうがない。慎太郎もカツアゲされたこと3回ぐらいありますよ。あ、3回か、僕1回しかないですよ。申し訳ない。何そんなにあるの。慎太郎さんさ、あれだ、え、そんなあるとこだっけ。いや、僕見た目が弱そうだから。3連携できてない。んしゅ苦労。早いね。あ、あれ3連携お願いします。はい、あー、はい、と、これでいけてるか。あー、出す、はい、画面がうるさいな、これ確かにしんどいな、散らかるな。じゃあ4人ローラーでインポスターですね、あなた。藤宮さん、押した理由は押した理由は、まあ、停電直後プラス、まあそうですね、アルトさんの連携まあ、考えてますね。そう、考えてないってことは早めにね。早めに。偉いな。偉い。優しさで。偉い。優しいな。入れます。後半は入れます。後半は。あと3秒待ってほしかったな。あ、ダウンロードしました。危ない。あと3秒。危ない。あと3秒ぐらい待ってくれた。優しさを無限にするなんて。シリゾ行こう。今回のタスクはだいぶいいね、やりやすいね。ぽいぽいぽい。上から行って目撃されながら消えた方がいい。青、青、水色。オッケー。未来だけ信じてる。誰かが笑っても構わない。死ねないか。ここはやめときます。ここで、とかこういう。左か、あ、後ろ。じゃない。あー、タスクできない、これ。死んでないと思ったから押しました。死んでますよ。死んでます。でも死んでます。お前、竹尾先生を殺したのか。いや、殺してないよ。死んでないよ。口調がおかしいから死んでない。死んでないよ。死んでないと思った理由は、あ、マジでアドミンで、はい、全員動いてたから、通路で死んでることは確定だと思います。いや、これ待って待って、1個だけ情報出したいんだけど、最終位置メッドベアの人いる？あ、俺っていうか、あのメッドベの上、メッドベ入ろうとしてやめて上に廊下に行った。あ、メッドベ1あった。いや、俺メッドベ1がずっと動かないから下かなと思って探しに行く途中でボタンを押されたって感じなんですよ。あ、てかね、俺も自分が見た時はメッドベ1はついたんだけど、その後すぐメッドベ1なくなったから、あ、大丈夫だって思って。じゃあ夏目先生視点、俺無理じゃない？俺一緒にアドミンいたよね。わかんないけど、僕は出てくるタイミング先端が見てるんじゃないかな、メッドベから。あ、アリアズさんか。うん、センタンがカフェテリアから左に。あ、ギリ誰か分からなかった。で、僕が出て行って、その後誰か左、誰かカフェテリアの下の方から来たのと、夏目先生が右から来てる。カフェテリアの下から来たのはダチキンで、メッドベイの位置だけ確認しに行って、いなかったので、そのままアッパーに行けてます。あ、その時の。あ、じゃあメッドベイ入ったんですね、ダチキンさん。入りました、入りました。とりあえず、竹尾さんの目撃証言なんだけど、俺が覚えてるのはナビゲーションまでですね。うん、ウェポンにはありませんでした。うん、はい、いいですか。夏目、慎太郎、竹雄は3人で、うん、ナビゲーションに行きました。ナビゲーション行って。で、竹雄さんは下に
行ったんですよね。そう、下に下ってって、うん、そっから分かんないって感じかな。はい、で自分たちは2人で上に行きました、うんうん、まあ、2人でというか、まあ、てかマジで夏目先生の行動なんか引っかかるな。アドミン一緒に見た後にボタン押しに行ったのはなんでだろう。えだから全員動いてたからだ。夏目さんのもっとアドミン情報出してほしい。うん、出してくれよ、出してくれよ。パッパッパって、覚えてない覚えてない、待ってる。出せよほら、出せよ、覚えてない。おい、ジャンプしてみろ、お前。アドミン情報ポケットの中ジャラジャラ入ってんじゃねえのか、アドミン情報がよ。許せねえからな。ナビ遠いな。あ、このボタン押しか。使わせろ。まあ死体場所わかんねえからな。おおよその目星ここのボタンあきりかな。はい、お金持ってきました、はい、本当はいくらだ。お金持ってきました。あ、夏目さん白軸で考えるのであれば、直近まで隠し城の人とかいませんか、お互い。うん、あ、アルマ、オラフ君ずっと追いかけましてたんで絶対無理です。アルマさんって最終地どこですかね。あ、オラフさんの後ろ、もうアドミンのヤンロードです。あ、はい、あ、じゃあ藤宮さん、あ、もう一個いいですか。藤宮さんって最終地どこですかね。コミュニケーションのあのパチってやるとこです。最終僕、あ、アドミンってアルマさんが証明してくれますよね、僕がアドミンって。あ、そうですそうです。あ、アドミン情報なんですけど、はい、エレクトリカル1ついてたんで、誰もいなかったらそれが武雄さんの死体かなって。ああ。でそれであれやったら弁当移動した人が上メッドベイいるんだなって。僕かもしれない。僕どのタイミングかにもよる。僕奥入ってエレクトリカル誰もいねえってなって出てなったぐらいだったから僕かもしれない。ああ、なるほど。ああ、なるほど。藤宮はコミュニケーション行ってるので、コミュニケーション上のツールはないと思います。シールドだったらわかんないですけど。なんかどうせ弁当上に立てて殺されてそうだな。ど、そんな弁当。ベッドベイだったら誰か目撃されてそうですよね。停電は直しに来てないですよね、竹尾さんは。わかんない。そっち側俺全然わかんないから。藤宮、アルマ、オラフ、ブワッと誰だ。半分っぽいかな。誰かいませんでした。一応さ、新太郎さんの行動最初から言ってほしい。僕もいた。あ、僕、僕は所定ウェポンで、そこから O2 ナビゲーションで、そこから停電があって上回って、ただ直ったからアドミン行って、メッドベイ手前が最終位置かな。ああ、全く同じか。じゃあただね、夏目さんをね、まあ、ずっと目視できてるわけじゃないから、停電中とかわかんないから、ね、あの自分が先にアドミンに入ってたから慎太郎さんしてるの。いや、自分してるね、これ。ナビから出たのは見たんすか、夏目さんと慎太郎さんは。そこまで見てる。ああ、なるほど。結構夏目先生疑ってるけどね、アドミンを覚えてないわけど。先にアドミンになって言っても弁当があるから。慎太郎さん覚えてる、メッドベイ以外の情報。いや、あなたもアドミン覚えてないでしょ。え、じゃあ慎太郎…カフェかな。これちょっとこの人数の時にここだけ直しときたいな。役立たなりそう。ならず。どうしよう。あ、ミスター。チキンさん、藤宮さん。馬さん。黄色黒紫。だったらオゼロ。夏木さんじゃないのか、ややこしい。白緑。ちょっと、3、4、5、6、9、10。黄色、水色。
まあ1死体だけなんだ。これ死んでるし、しかも慎太郎さん今この字の弁当から出てこんかった。あー、やっぱこれアルフさんか。カメラ情報です。慎太郎さんがザチキンさんをやっていました。はい、僕も弁当が開くのを見てます。あと僕がセキュリティからアドミンの前でやってる慎太郎さんを発見してそこレポート行こうってしてアッパー行ったんですけど、多分それは先端さんも見てくれてるんで。マシャカリさんどこにいるの今。マシャカリエレクトリカル。あのさ、マシャカリさんに聞きたいんですけど、はい、アドビンの情報見てたのって自分と慎太郎さん2人なんですよ。うん、なのに自分だけアドビンの情報覚えてないのおかしいっていうのはどうかと思うんですけど。ああ、別に慎太郎さんが覚えてないって言ってないからだけで、あなたも言ってないから。でもメットベイ1はつ自分もついてたって言ってたから。ちょっと直前の話やから。いや、その話はもういいんじゃない。もう慎太郎さんで確定でしょ。慎太郎さんつるよ。夏目さん、夏目さん、ちょっとそんなにマシャカレさん詰めないであげてもらっていいですか。ちょっと、いや、ほんとそうだよ。あの、困るんですよ。なんで慎太郎さんって他の人に聞きたいんですけど、慎太郎さんって初日の竹尾さん死んだ時どういう動きしてたっていう話でしたっけ。夏目先生とほぼ一緒みたいな。ほぼ一緒。停電だったけど、ルートはほぼ一緒。なんか右回りでウェポンをつなび、で、停電だったからカフェ経由、で、アドミ行って、アドミ入って、で、メットベーシン出ると思って向かってる途中みたいな。あ、じゃあ、夏目さんの目線は、まあ、相方、その慎太郎さんの相方か、で、全目線は慎太郎さんと夏目さんの色も一応あるし、うん、今回だけの慎太郎さんの色も一応あるって感じか。でも、竹尾さん、僕殺しましたよ。え、いつ？ベントか？どこで？え、いやまあ殺しました僕が。どこで？どこで殺したんすか？それはちょっとね、村側に有利な情報になっちゃうから。もうその殺したっていう人に村に貢献して死んだ方がかっこいいですよ。ベントの上です。どこの？本当にベントの上で殺してんだ。どこかはわかりません。はい。ここはエレクトリカル行っちゃってもいいな。いや、ストレージもいいな。ストレージ。か。設定電話切れたらし。あ、ありがてえ、このドア閉め。2個もタスクできちゃう。うえ。うえ。で、しかも、リアクター、ありがてえ。青。青水色黄色黒青水色黄色黒あ、行けばよかった。ボンバー捨てることにしよう。モンバーしてたらエレクトリカル鳴らしてくれないからダメだ。黒水色青。ああ、エレクトリカル中入ればよかったな。まあでもいや殺されてた可能性もあるからいっか。マシガリさん怪しい。年末か。
マシャカリさん、マシャカリさんです、だと思います。セルフはないです。3人で入りました。ちょっと待って、怪しかったよな。石油か、うん、ちょっと待って、なんでマシャカリなんすか。バブルエレクトリカルいるときに石油の弁当が開いたのを見てセキュリティ。マシャカリさんが潜る現場を見たからも3人でしょ。2位になって3人になったから弁当と発見したかなと思いました。まあそういう世界線もあると思うんですけど、俺じゃないんですよマジで。これセルフでしょ。マシャカリさん、メッドベイで俺を閉じ込めようとして失敗した。はい、だよね。マシャカリさん、エレクトリカルで僕殺そうとして引き返したから殺せなかった。はい。マシャカリさん失敗してるな。マシャカリさん、あの二人が追いかけっこしてたからめんどくさかった。あ、全然めんどくさくなかったです。何言ってるか分かりません。もうさぁ、私も取りに行ってあげた。かすかな LINE を拾うなよ夏目。いやー慎太郎さんごめん。マジでごめん。上げた夏目が。俺は竹雄先生だけは殺さないぞ。竹雄さんどこだ結局。もう仕方ない。相方がリアキョすぎて笑った。え、なんでえ、いや、自分で殺したって言うから。あ、いや、別にどっち言っても関係ないかなと思って。うん、まあ、信じてもらえない。いやいや、今ネタ。ああ、いや、いいですよ。どこで死んでたんですか。竹雄さんはナビゲーションのコの字の弁当の上で僕が殺してます。本当に本当に弁当の上なの。ええ、いつも停電してたんで僕弁当の上で待機してたんですけど。お前や、停電起こったら普通動くやん。これはもう自業自得だ。この人動かないからな。いやー見切り目かマジで。いや、あのね、なんか夏目さんがいい感じに勘違いしてたからさ。いや、そうね、そうね、うん、やっちゃった2キル目。いや、慎太郎さんマジ申し訳ない。俺ももうちょっと慎重なキルをすべきだったね。いや俺もね、ちょっとね、アルトさんいるの知らなくて、で殺した後に、あ、やばい、いるわと思って終わったと思ったもん。いや、もうしょうがない。っていうか俺いたの確認してるじゃん、ずっとあそこ突っ立ってんだから。いや、あのね、その後どっか行ったなって一瞬離れて見て、あ、いねえわと思ったら、あ、いたわ。アルトさんずっとあの十字路の真ん中で立ってくれてましたよ。あの弁当だけ見てた。いや、アルトさんちょうどいいとこにいるからな。いや、ありがとうございます。マジで勘弁してほしい。強い。